今回は確かに僕ら B 組に黒星がついた。しかし内容においては決して負けてはいなかった。緑谷君の個性がスカだと分かればそれに応じた策を練れる。つまりだよ、今からもう一回やれば次は分からない。やんねえよ、もう今日の授業終わりだ。